我慢できるよ。相手をしてやる。嘘、本当に彼ね、隊長と戦うの。怪物がナンバーワンでリーダーで好きだらけだな。こんな展開になるとはね。花火ちゃん、しっかりしな。どんな攻撃が来るかわかんねえぞ。今だ。ジャッジ。彼ね、隊長、どうして俺たちに攻撃を。全部あなたが仕組んだのか。現場に何を言った。答えろカレン。知ってどうする。俺が答えたところで貴様らの運命は何も変わらないだろうよ。よろしくカゲロウ。安い手順。もっと俺の超能力の出番だぜユイト。隠れるのはやめたの。市場のために海抜群を先導するなんてやり方は人としての道理に反します。僕は兄さんの行動を許せない。
でも説明してよ。理解したいんだ兄さんの。お前に俺は止められんぞ兄さん。さがいてみせろ。本当の力とはこういうものだ。力の差が分からんじゃねえ。敵に気づかれた。浅はか。よろしくかけろ。なれるな。敵に気づかれた。浅はか。見つからねえようにな。安い手順。敵に気づかれた。これはどうだ。甘い。なるほど、今回は少し違うな。諦めて。
すればいい。父さん、一時でもいい、何か風目を止める方法。そうだ、プレインフィールド、俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。違う、そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。重ね、悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。行くぞ。なのか。お願いルイド。そこを突かれると弱いみたいだな。この代わりに背中に溜まっている液体はどうやら油のようですね。匂いが独特です。油で攻撃されるの気持ち悪い。どうにかできない。危険な状態の隊員がいるぞ。まだやれるよな。立て直そう。
ックンだな。大丈夫か？どうして俺の命を狙うんだ？理由くらい教えてくれてもいいだろう。話をする気はないと言ったはずよ。逃がさないわ。勘弁して。ユリカを殺そうとするなら力ずくでも止めるから。俺はそんなつもりはないんだが。手段を選ばない。ああもう頼むからじっとしててくんないかな、つるみちゃん。
行こうぜ。やるべきことはすんだ。俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして、ここで行われてることを見ても何も感じないのか。重ね
誰もみんなも何考えてるんだよ。
やめてくれよ。まだまだ終わりじゃないぜ。みんな、ユイト、またか。ここで記憶が途切れたら。アナ、よろしく。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。氷はまるで呪いみたいだね。だけど私の超能力も解かせるかも。見ろ！ああ！ああ！
全滅してやる。よろしく。兄さん。戦を貸してくれ。戦。
の超能力を操れるなんて。そっちがその気なら俺も手加減できねえぞ。望むところだ。お前の本気見せてみろ。今だ。や、いや、行くぞ。逃がすか。や、いや、どきな。手加減はしねえ。覚悟しろ。今だ。やっと逃がすか。しても無駄だ。お前、その力は親父の仇。冗談じゃねえよ。俺はまだ死ねないんだ。待て、ユイト、今はまだ殺さないでくれ。ここで死んだら、あの子のために2000年やってきたことが無駄になる。やっと本音が出たな、カゲロ。ユイトの言う通りだ。まだ奴は本気ではないだろう。合わせていこう。
皆警戒を怠るなよ。頼む！
受け取って。気安く呼ぶな。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。ゆいが仕留めろ。定めた。今のは鮮やかだったな。僕には踊るが。みんな油断しないで。まだ。今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見たカイが出てくるって偶然なのか。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。頼む嵐、協力してくれ。手伝ってくれ。よしよし、帰ろう。望みを捨てろ。やっ！
一人でどれだけ多くの超能力を使ってきても私たちはさすでそれに対抗するまでよ。こいつらは一体何なんだ。カレンの中から現れた人間とは受け取って、やつの中の感情が結晶化した姿かもしれないな。マガマガしいものをカレンの脳が作り出したというのか。なんて力なの。こんなことをして彼自身無事で済むはずないわ。そんな覚悟はとっくにしているでしょう。いえ、覚悟というよりミサは目的のためなら自分自身すら困難を考えているのかもしれません。行けんぞ。
っているな。やっつけ呼ぶな。これで私はサボれる。ユ
間に合ったみたいね。重ね、ありがとう重ね。また助けられちゃったな。そうね、私あなたのピンチに縁があるみたい、昔からね。本当にな。